はい、正面に礼。基本動作、四股立ち中段突き、用意。劇祭第一という方を披露しますが、この方は、毎年10月25日サラダの日の記念演舞祭で、こちら国際通りにて、流派を超えて約3000人近くの空手家が、演舞する方でございます。はい、それでは紹介します。正面礼。呼吸型1、の方の中で演舞時間が最も短い方ではありますけれども、鉄槌打ち、外し技、足運びなど難度の高い技が多く見られる方でございます。はい、正面礼。サイファー、サイファー、よーい、は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 い、
の型を演じます。その後に、2人1組になります。連続的に型の分解を紹介します。お願いします。気をつけ。レイ。連続的に分解することにより俊敏な動きを取得するための稽古法でございます。4名の高校女子が演じます。はい、お願いします。お互いにレイシャーレイの方は、振り受け、交差受け、ハンマー投げなどといった非常に決めにくい技を一挙に決めることに、特徴がある方でございます。ではお願いします。右側、運転正弘三段、上里優吾三段が演じます。まず約束組では、肩で得られない間合い、感覚など、あらかじめ攻防の技を決めておいて、何度も繰り返し稽古する稽古方法でございます。まず最初にスローで技の動きを分かりやすくお見せして、その後実際のスピードで演じます。ではお願いします。止めに、レイ次に、SHUT UP!
これあの海の仕事、漁師さんなどが書いてですね、相手と戦う場合に考えた仕方でございます。途中、砂を相手にかけるような動作も出てくると思います。はい、お願いします。スケン砂かけるエク、完成ルーという型を行いますが、36という漢字を書いて、手という漢字を書いて、三成ルーと読みます。この型は足取り、追い蹴り、速攻蹴り、そういう実践的な攻防技が多く含まれております。最後に、こう受けという、手の甲で受ける、このような動作も入っております。型でございます。はい、では。来三成ルー、三成ルー、よー、はい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 、
して礼せよちんせよちんよはい終了します。